いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2016年モデル、メルセデス・ベンツ GLE350D フォーマチッククーペスポーツを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、右フロントと右リアのドアエッジ、右リアドアに傷がございます。走行距離に関しましては約1万3000キロと低走行かつ外装面良好なコンディションを保った1台です。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。迫力あふれるフロントフェイスに加え、美しく流れるようなルーフラインが魅力の GLE350D フォーマチッククーペスポーツでございます。こちらのお車に関しましてはスポーツのグレードということで、数多くの専用装備が施されており、内外装スポーティーに仕上がった1台となっております。またディーゼルターボエンジンが搭載されており、燃費性能にも注目していただきたい1台です。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンに関しましては3リッター V 型6気筒のディーゼルターボエンジンが搭載されており、最高出力は258馬力でございます。また足元に関しましては純正の21インチブラックペイントアルミホールが装備されており、足元からもスポーティーな印象を受ける一台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトに関しましても LED が採用されており、リア周りデザイン性に優れた一台です。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース広々とした空間が確保された一台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席特に目立った使用感はなく良好なコンディションを保っております。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのスポーツステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールも用意されており、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては9速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはコンフォート、スポーツ、滑りやすい路面が用意されております。フロント両席に関しましてはシートヒーターが装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく良好なコンディションを保っております。また広さに関しましても十分なスペースが確保された一台です。後部座席にもシートヒーター、ハーマンカーボン製のスピーカー、パノラミックスライディングルーフが装備されておりますので、快適性が高まった1台となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2016年モデル、メルセデス・ベンツ GLE350D フォーマチック、クーペ、スポーツを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離、約1万3000キロと低走行かつ、内外装良好なコンディションを保ったお車です。数多くの専用装備により内外装スポーティーに仕上がった GLE350D フォーマチッ
クーペスポーツでございます。こちらのお車に関しましては258馬力を発揮するディーゼルターボエンジンと9速のオートマチックシフト、フォーマチックシステムにより高い走行性能を発揮する1台となっております。また走行性能だけではなく、純正のハードディスクナビゲーションやハーマンカードン製のスピーカー、シートヒーターをはじめ数多くの快適装備も施された1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。